出てきたか。体一つ分、二つ分のリードに広がった瀬戸大也の 100m のターンは、 100m においての途中時間、第4コース瀬戸くんティームジャパン56秒32、 56秒32。 100m のターンは日本記録と同じタイムで通過していきました瀬戸大也です。その瀬戸大也、背泳ぎに移ってからさらにその差を広げていこうかというところ、萩野がそれを追いかけます。2コースが萩野、4コースが瀬戸。ここで日本記録から1秒6人遅れました。ただ依然としてトップを泳ぐ瀬戸大也です。日本選手権で日本新記録を出した萩野公介、アジア新記録を出した萩野公介です。その萩野がじわりじわりと前へ出てきました。との差がどんどん少なくなってきた。5コースから藤森博正も出てきました。 200m においての途中時間、同じく第4コース瀬戸くん2分1秒09、2分1秒09。トップは瀬戸大也、それを追いかける萩野公介、さらにその瀬戸萩野チームジャパンコンビを追いかける兄弟です。3コースが藤森竹春、そして5コースが藤森博正、同じ日本の体育大学。5コースの博正が兄、竹春が弟です。250m のターンの依然としてトップは瀬戸大也、追いかける萩野公介です。萩野公介、今日はこの後 100m 自由形も控えています。その中で振り返っているこの 400m 個人メドレー、なかなか瀬戸との距離は縮まってきません。瀬戸が一人前を泳ぐ 400m 個人メドレーの決勝、さあ残り 100m のターンです。 300m においての途中時間、同じく第4コース瀬戸くん2秒の差が開いています。